様。おはようございます。キスジャーです。2020年6月の15日月曜日10時18分です。おはようございます。もう梅雨に入りましたので、雨降るかなと思ってカッパ持ってきたんですが、ご覧の通り良いお天気になってまいりました。はい、今中国道、東行き大阪方面行きで走ってました。神戸三田出口、神戸三田インター出口降ります。この先合流があります、注意してください。神戸三田インターからは、三田市街地、三田の町ですね、そっちに行く方と、六甲北有料道路という方と分岐するんですけれども、今回六甲北有料道路を通って阪神高速7号北神戸線を通り、そして六甲有料道路をお伝えして、神戸の方に降りていく形でお伝えします。まずこの分岐、この分岐は左側が三田市街地、ウッディタウンとか書いてましたよね、あっちです。そして右側、これ、六甲北有料道路に行く方なんですが、お気をつけください。ここの交差点、止まれの交差点、これかなり危ないですよ。これ本当にお気をつけください。はい、今軽トラが降りてくるんですが、続けてセメントのローリーが来ます。で、待っておると、次はプリウスの新しいやつがやってきて、また今度大型のトラックがやってきます。いつになったらいけるんだみたいな、日が暮れるまでこうして待ち続けてください、ね、無理していくと事故しますので。はい、もう一台なんか乗車来てますけれども、台座がまあまあ空いたので行きます。私の車、今日の車は大型トレーラーなのでね、行きますと言ったところで後ろ塞いでしまうんですけども、今ぐらいのタイミングだと。はい、六甲北有料道路入りました。今のインターは中国道神戸三田インターでいいかな。次が大沢と書いてある、なんて読んだっけな、今大沢って読んでよかったかな。地名で読み方がちょっと難しかったりするんですよ。なんていう名前だったかちょっとど忘れしました。行ってみましょう。で、この道路一応60キロなんですよね、制限速度。こういう広くなってるところあるでしょ、こういうところで警察が検問、速度取り締まりやっておることもあるらしいのでご注意ください。私はまだその検問あったことがないんだけれども、舗装もだいぶ綺麗ですよね。これもともとこんな綺麗かったわけじゃないんですよ。土砂崩れというかね、何年か前に 2,3 年前に台風か、ね、大雨か地震かちょっと何が原因やったか忘れましたけれども、この辺崩れて半年か1年かかなり長いこと通行止めやったんですよ。この道路使えないとなるとね、かなり不便なんですが、すごい長い間もう1週間2週間、まあ何やったら1ヶ月ぐらいで復旧してくれりゃいいのになと思いながら、いつになったら通れるのみたいな。で、大きい名神とか中国道とか東名高速とかみたいに大きい高速道路でもないし、阪神高速とかみたいな都市高速でもないので、交通情報に上がってこないんですよね、こんな道路。六甲北有料道路が何キロ渋滞してますよとかね、今日でもこの工事で片側交互通行やってますよとかね、こんなんラジオでも言わないし、なんかインターネットのサイトとかでこんなところ紹介してる動画があるんかの動画っていうか、そのサイトがあるんかどうかわからないけれども、まあこんなところが土砂崩れで埋まってしまってて通行止めなんですよとか言って、何月何日から開通になりましたとか、そんなね情報を持ってる方あんまりおられないかと思うんですけれども、ね、私らでも通る前にほんまに大丈夫なんかと思って調べようと思っても、どこ調べていいんかわからんっていうような、そういうねマニアックな道路なんですが、
長いこと通行止めみたいになってました。そしてもう何ヶ月も経ってるしもう行けるやろうと思って来てみたらやっぱり通行止めで迂回路みたいな通らされてね、あの中国道の方に行く下道長いこと延々と走りました。そういうこともありました。もう復旧されてからね半年1年経つかな、結構長いこと、経っても普段通りなんですけれども、まあ何の片側交互通行で何の工事してたのか知らんけれども、とりあえずたまにこういうこともございます。ご注意ください。まあ通行止めじゃなくて片側交互で一応ね通れるのは通れるということでね。六甲北有料道路、まず大沢と書いてるけど、はい、大沢と読みません。小沢って書いてました、今。道の駅があるみたいなんですよ、外にね。で、これ、看板を見ると、小沢って書いてます、ね。大沢って読んじゃうんですよね、ああやって書かれると。また次通るときはまた忘れてるからなんていう名前でしたっけってまたやるかと思いますけど、はい、この辺めちゃくちゃ綺麗でしょ。この辺がまさに土砂崩れて潰れとったところみたいな、完全に復旧されましたね。よかったよかった。何もかもが真新しいでしょ、まあ、これでも1年ぐらいは経ってるかと思いますよ。私は中国道の神戸三大インターを降りて六甲北有料道路に入ってきたんですが、この道路は山陽道にもつながってますので、もう間もなく山陽道神戸北インターですね、神戸北インター、これもここから神戸北インター乗ることもできるし、まあ降りてくる合流がもうすぐございます。はい、この左からの合流が神戸北インターからの合流です。はい、この神戸北インター越えますと、ここからですね、制限速度70キロ、今まで60で走ってきたんですが70に上げます。で、まあ災害によって土砂崩れみたいなんで通行止めになって、道路を工事して作り直して、あの部分は綺麗な道路だったんですが、今ご覧の通り土砂崩れでも何でもなくて、今まで通りのところはちょっとね、道ガタガタなんですわ。乗り心地が悪いというか、もうひどいね、この横揺れも。ガッタンガッタン。まあ決して走ってて走り心地のいい綺麗な道路ではないんですけれども、神戸市街地から山登ってきて、ね、山陽道とか中国道に乗るわとか、三田の町の方に行くわとか、そういう用事のある方にとっては非常に 大事な道路というか、この道路を使えないとなると他の道路を回ると面倒くさいんでね。はい、これなんていう吉尾インターだっけ、これも読み方がよくわからん、ちょっと見逃したんでもうわからないんで、ここにもインターがありましたよとだけお伝えしておきましょうか。はい、制限速度70キロ、まあキロポスト一応読みましょうか。六甲北有料道路 5.4 キロポストです。 5.3、 次が 5.2、 だんだん減っていきますね。これの0キロポイント、六甲北有料道路のスタート地点はどこかな、阪神高速かな。ちょっと0キロのところまでは行きません。行かずに阪神高速7号北神戸線、この先に入ります。
この右左で分かれるんですよ。左は六号北有料道路そのままになって、右側が阪神高速北神戸線、7号北神戸線になるかと思います。で左側は六号北有料道路そのままずっと走るっていうのは私やったことないんですよ。昔先輩にこの道教えてもらった時に、大型トレーラーで通れると言ってたんだか通れると言ってなかったんだかわからないんだけれども、行ってみて通れませんでしたではえらいことになってしまうんで、試しに通ることができないんですよね。通れるかどうかもわからんような道路なので、行ったことがなくて、必ず私はこの先で右に入って阪神高速7号北高線に入るんです。まあね、乗用車でドライブがてら来てみて、で、あ、通れたわみたいな、そんなんやったらそんなんでいいんだけど、用事がないからね、こんなところ、まあ、有馬温泉でも行こうかっていうことになれば通ってもいいんだけど、有馬温泉もね結構いいお値段するんですよね。小屋とか非常に温泉高いんですよ、高級温泉なんで。有馬温泉泊まるんやったら同じぐらいのお金出したら淡路島で、ね、そのホテルで一番いいロイヤルスイートみたいな部屋借りれますからね。はい、道路の地面に書いてございます。右側は阪神高速、左側は六甲遊郷と書いてます。看板ご覧ください。左有馬温泉と書いてます。六甲北有料道路県道95番となってます。この県道95番は帰り道、六甲トンネル、ね、六甲山トンネル通った後その出てくる道が県道95番なんで、後からまたお伝えします。柳谷です。柳谷料金所、はい、ここから制限速度60キロに規制されております。普段70キロやったかもしれません。ちょ、今日は工事がやってる、工事してあるので60キロ出してくれよって、そういうことかと思います。唐戸東4キロ、美濃谷11キロ、ちょっとその先読めませんでしたけど、今回は唐戸東というところでおります。阪神高速7号北神戸線唐戸東出口で私一旦降ります。そしてまた六甲北有料道路、さっきまで走ってた六甲北有料道路の方に出ます。なのでさっき私右に来ましたけども、左を走ってずっと六甲北有料道路に行くと同じところに出てくるのかもしれないんですけれども、なんせ山越えの高速道路なんで、ね、途中ヘアピンがカーブがきつくて曲がれないとか、大型トレーラーが通れる道幅がないとか、天井が当たるとか、なんかそんなことがあったら困るんで、トンネルの高さがね3メーターもないよとか言って、そんなことになってくるとちょっと困るので、行ったことないんでちょっと通らないんですけど、はい、ここ五社って書いてなんて読むんだろう、ちょっと読み方わかりませんけど、今行った入り口ございました。新有野トンネル647m、 唐戸東が2キロ、美濃谷が9キロです。美濃谷まで行きますと阪神高速31か32かどっちかなんですけど、32号の新神戸トンネルっていうのがあります。美濃谷ジャンクションから美濃谷出口に行く方と、その新神戸トンネルに行く方と分岐します。新神戸トンネルを通って、降りていった場合8キロほどの長いトンネル下って終点まで行きますと、国道2号線で阪神高速3号神戸線の生田川出口じゃなくて生田川インターに出口もあります。その生田川インターに、出てきます。でそこから生田川から乗って大阪の方に帰ったり、ね、明石とか姫路とかあっちの方に行ったり、まあ、されるといいかと思うんですけど、今回は生田川とかじゃなくて、生田川は
あの西寄り岡山寄りなんですよ。で私今から大阪の方に帰るので東側に行きたいんで、その美濃谷まで行ってしまうとあのちょっと行き過ぎと戻ってこないといけなくなるんで、あとこれ書いてますよね、生田川から前山で事故渋滞1キロと書いてございます。普段そんなに事故してないけども慢性的に日中はあの前山を先頭に生田川まで2キロ渋滞とか4キロ渋滞とか結構あるんですよね。はい、今合流しました。阪神高速7号北神戸線本線の方に合流しましたが、合流してすぐです、唐戸東この出口出ます。六甲山と書いてるでしょ、唐戸東ね、これを出ます。カメラで映るのも山しか映りません。止めてください、あのこの丸いミラーで見たら分かるかもしれませんが、左にたまにあのパトカー止まってて、あのここの止まれをちゃんと止まらずに行く車は捕まえますんでご注意ください。そして捕まえた車がこの左側、ね、あの広くなってるでしょ、左この辺りに止めて、ね、あの切符切るんですがご注意ください。右に行くと有馬、左に行くと六甲山とかあると思います。ここはね、きつい上りしながらぐっと曲がってるんで、あの上り大変なんですけど、制限速度40キロ。この六甲山の方にあの若いアベックじゃないな、カップルがあの、ね、夜景を見に来たよとか言って、そういう人たちが帰りに寄るところですね、このホテル街のね、安いんですよ。そういう人たちしか来ないんで、山奥なんで、だから宿泊料金かなり安いかと思います。もしよかったらご利用くださいとか言って、こんなホテル紹介してもしょうがないよな。コマーシャルメッセージ代をくれるんやったらいい。西から井川谷まで清掃中、その2つが注意事項上がっておりました。この唐戸南からは、唐戸南ジャンクションっていうんだな、これここからは今側道に降りて下に降りていけば、姫路方面に行くためにもう一回あの唐戸西っていう入り口から阪神高速7号北神戸線乗れたかと思います。今まで乗ってきてせっかく降りたんやから、もう一回乗り直したらいかんと困ります。およそ300メートル先、はい、斜め左方向です。その先、料金所です。このバスは抜いてしまった方がいいのか、まあいいわ。まもなく斜め左方向です。はい、六甲有料道路ですね。六甲有料道路 ETC がご利用になれます。ご覧の通りでございます。はい、通りました。ここはね、しばらく一車線になって追い越しができないので、今あの ETC レーン2つから合流するときに右から来た車とかがね、後ろから来た車がなんせあそこで無理やり抜こうとするんですよ。そういうことはおやめになった方がよろしいかと思います。まさにあの割り込みみたいな感じでね、あのものすごいやらしいあの割り込みの仕方してくるんですよ、大概ね。そういうことはおやめになった方がよろしいかと思います。
事故の原因になるのか、煽り運転される原因になるのか、ろくなことにはならんかと思います。山降りていくまでね、しばらく距離ありますので、ずっと気まずい思いするの嫌だったら、それいらんことはせん方がいいかと思います。今日私があの道譲って先に行かしたバスですけども、遥か彼方にいるでしょう。この六甲山トンネル、多分ね制限速度50キロなんですよね。制限速度を50キロで走っておったんでは、こんなに離れないんですよ。私が50キロをもう少し上ぐらいで走ってるのでね。なのでみんな制限速度守らずに結構飛ばしたがるんですよね、この道路。だから前をトラックとかに塞がれたりとか、ゆっくり走る車が前走るとイライラするのが嫌だからっつってね、無理やり抜きに来るんですよね、さっきの料金所で。なので料金所はしょうもない事故が発生して、いつ発生してもおかしくないような危ない状況にあると、まあそういう指摘はしておきます。まあ道路公団的にね、何も改善するとかそういうこともないでしょうから、皆さんが個人的にお気をつけください。さっきまでおらんかったのになみたいなやつがものすごいスピードでフルアクセルでビャーッと来てね、無理やり前入ろうとしますからね、注意してくださいね。この六甲山トンネルは2850ぐらいあったかな、長さが。かなり長いトンネルの今半分ぐらいはもうほとんど来てんのかな。しばらく走ってきましたね。このトンネル抜けるのに3分から5分くらい、まあ渋滞してなければ3分くらいで行くのかなみたいな、それぐらいの距離なんですが、もうすぐ出口ですね。このトンネルは走ってる間ほとんどの時間をその割り込みの話に使いました。それぐらい鬱陶しいんですよね。別にね、前譲ってバス入れてあげたけれども、あれがもう遥か彼方に遠くなってもう私の目の前にいないでしょう。いないけれども、麓に行くまでにはね、追いついてしまうんですよね、おそらくね。だからここで結局ね、競争してあいつの前に入ってやろうとか、そういうことを必死でやったとてね、この山下っていく頃にはまあ結局同じぐらいだったかってことになるんで、走ろうがぶっ飛ばして走ろうがそんなにね、所要時間変わらないんで、事故の原因を作るような運転はおやめになった方がよろしいかと思います。そしてきついでしょ、このヘアピンカーブでも。今のところ40キロで曲がれる、まあ曲がれるんだけど危ないですよ。まだ今日晴れてるからいいけど、雨降って下濡れてたりしたら滑ったらね、危ないですよ。あんなとこです滑ってスピンでもしたら、もうすぐ反対側対向車線とか行ってガチャーンって当たったらえらいことになるかと思います。事故にはお気をつけください。この道路はね、峠を攻めてコーナリングを楽しむというか、ドリフトして遊びましょうとかそういうことに使うんじゃなくて、見晴らしがいいので、景色が良いので、まあそういう穏やかな気持ちで走っていただきたいですね。カメラに映らんかもしらんけど、これ左をふっと振り向きますと、神戸の海の港町が一望できてね、うわいい景色だなみたいな、こんな山の上まで登ってきた甲斐があるなみたいな、そういう景色がありますので、前を走ってる車をね、追いかけ倒して突き倒して、その煽るような運転するんじゃなくて、緑を見ながら景色を見ながら走ったら、まあ、前見て運転してほしいけれど、ね、自然豊かな道を走るのもいいんじゃないですか。アジサイが綺麗に咲いてますよ。もう6月なんだな、そういえば。カメラには映らないな。信号待ちしてたらね、この 右側にね、アジサイが大きい株が3つぐらい見えてるんですけど。
はい、9% の長い下り坂。今まで高速道路で下り坂かなりきついんで お気をつけくださいと、ね、あの再三申し上げているのが 4% とかでかなりきついですよと言ってるんですが、この下り坂 9% ございます。かなりきついのさらに倍です。ご注意ください。ほら景色が良くなってきた。まあ一瞬しか、ね、ご案内できませんが、カメラにもちょっと映ってるでしょう、ね、ご覧くださいよ。もうここが最後で、あとはあの美しいねというような景色をご紹介できるタイミングもありませんので、今のうちに見といてください。もうちょっとスピード出しても大型トレーラーでも曲がれるんですが、一応ここはあの景色を紹介するサービスタイムでございます。はい、終わりました。終わりましたので、ちゃっちゃと行きましょうか。なんせカーブがきつい、下り坂もきつい。住宅とか、ね、学校とかいろいろあるんですけれども、この辺で暮らすと大変ですよね。もう自転車とかやったら下っていったら二度と登ってこられへんぐらいの坂ですよね。これきつう。はい、さっきの六甲有料道路終わりまして、今県道95番かと思います。ここまで降りてきますと、制限速度40キロから50キロに上がります。制限速度50キロにはなるんですが、この道路も50キロの道路なんですが、安全速度は40キロっていうことで、看板が出てくるかと思います。50キロで走ってもいいけれども、安全に走れるのはせいぜい40キロですよと。あんまり飛ばしなさんなよと。あ、この右に、おまわりさん座ってますね。ご注意ください。スピード違反取り締まりやってますわ。ここに隠れてますね。はい、歩道橋の陸橋の下におまわりさん座って構えておりました。50キロの道路なんで、ね、ああやってネズミ捕りしてる時っていうのは別に40キロオーバーとかじゃなくても、多分12、3キロオーバーとかでも止められて切符切られるんじゃないでしょうか。ご注意ください。むしろこっちの下りの方がスピード乗ってしまうんで、ね、下りの方が取り締まられたらやばいと言えばやばいんですが、上りの方で取り締まってましたね。ちなみに今50キロの道路を46キロぐらいで降りてきたので、別にスピード違反はしておりません。安全速度は40キロで出る。はい、ここから2車線になってます。もう今のところも2車線になるまでずっと抜くところが追い越しができないんでね、前の車をゆっくり走りやがってと思ってイライラしてた車は、今2車線になったところもあっこから左からもうぐわーっとこれでもかっていうぐらい追い越しかけてくるんですけど、基本的に追い越しは右から行うものなので、左からはやめられた方がよろしいかと思います。このきつい下り坂 この信号もちゃんと守りましょう。県道95番です。これこのまま下っていきますと、おそらく 500m ぐらいで国道2号線に出るかと思います。その先 300m か 400m、 さらに南の方に下っていきますと、今度国道43号線がございます。それ突き抜けてまたまっすぐ行きますと、阪神高速5号湾岸線があったりします。43号線に出ていただくと、その43号線の真上を走っておるのが阪神高速3号神戸線です。阪神高速ご利用の方や国道2号線43号線ご利用の方、このまま坂下っていけば、道なりに下っていけばね、いいかと思います。ちょっと編集するの邪魔くさいんで、もう30分来ましたので、
どうか切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ごめんなさい、動画切ったんやけども、あの多速で申し訳ないが追加、前のこの、あのバスご覧くださいね。山下ってきたら結局あの遥か彼方見えんようになった車でもこうやって追いつくでしょ。だから国道2号に出てないんですよ。国道2号まであと500ぐらいかな。ご視聴ありがとうございましたと言って動画切ってからね、あの100メーターぐらい、100メーター200メーターぐらいしか来てないけど、追いつきましたよね、六甲トンネル入る手前のバスに。なので前走ろうが後ろ走ろうが関係ないんですよ。あの、変なあの喧嘩越しの割り込みみたいな、追い越しみたいな、そんなことをやめて安全運転されてくださいね。はい、失礼いたします。